というわけで、今回はこのゲームをやっていこうと思います。はい、早速ね、やっていきましょうね。タップして始める。なんか放置ゲームなのかな？ちょっとよくわかんないんですけども、やっていこうかなと思います。ね、やっていきましょうね。来た。冒険の舞台は大きな世界中の、アストラルって何ですか？右世界では卵を孵化させます。タップしてモンスターを孵化させましょう。はい。卵には割った回数に応じて出てくる卵と1日に出る量の決まっている卵が2種類。あ、タップしてやるやつとなんか放置している間になんか出るやつみたいなね。そういう2種類があるみたいですと。レアな卵を1日に上限、はい。はい。はい。OK。だからとにかく、まあ、卵をタップして、なんかね、モンスターをね、なんかモンスターの図鑑を完成させるみたいな感じかな。はい。おら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 。おお、はい、来た。ランクアップする。ランクアップするのは体力の上限っていうのがあるんだね。来た。お、新しいモンスターですね。はい、来た来た来た。ちょ、名前見えなかった。ヒートスライム。ホキホキホキ。でクエストってなんだっけ。なんか戦うのか。お、戦うのか。わかったわかった。自分の育てたモンスターで戦うっていうゲームね。はい、旅の始まり、やっていこう。はい、やっていきましょうね。バトルスター編成。あ、編成。編成も何もない。あ、いたわ、普通に。あ、さっきのやつ、さっきね、ゲットしたね、あのモンスターを、ここになんかね、置いておいて、なんか、これ戦うっぽいですね。まあいいや、はい、バトルスターと。どういう感じのバトルなのかな。OK、おー、あ、これ自動か。これも自動か。あー、なるほどね、そういう感じね。フラワー、まあ、の魔法攻撃、早受け。一人、ボッコボコにしてるのね。お、強い強い強い。うぅ、めっちゃ強いじゃん。オッケー、ちょっと強そう。大丈夫、大丈夫か、大丈夫か、これ。まあ、二人いるからね。さすがにね、お、3ダメージ、1ダメージ。やっぱ1ダメージか。ちょっとやばくない？これ、なんか、止めるってこと、あ、なんかスキップできるっぽいです。なるほどね。おお、めっちゃレベル上がった。あ、レベルとかあんだね。これなんかモンスターを育てていくみたいな感じか。オッケー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 。なるほどね。あ、ちょ、間違えた。あ、報酬とかもらえるみたいです。ね、はい、じゃあこれやりましょうね。報酬とかもらえるからね。これ体力はどうなんだ？回復してんのかな？あ、体力は回復してますね。これもうスキップしましょう。もうスキップしましょう。死んだんだけど。そう、死んだ。え、ちょ敵強ない？やばいやばいやばい。なるほどね。こういう負けちゃうことがあるから、ちゃんとしっかり装備を整えてから戦えってことか。これね、なんかね、放置って言うとね、なんだっけ、なんかタップするとなんかいいみたいなこと言ってたよね。あ、これが今持ってるキャラクターっぽいですね。あ、陣形とかもあんだね。陣形なんてなんだ。防御。バランス。攻撃。あ、何パーセントアップとかね。まあ、基本でいいでしょう。OK。強化。こういうね、なんか陣形とかも強化できるみたいです。お金が使うんだ。お金使うんだね。これもうね、かなりね、あれだからね、強くなったよ。じゃあ、なんで編成をね。とりあえず、パワーピカスライムはここ。これ何が違うのかな？ちょっと。あの、書いてある書いてある。ね、最初の方はね、あの、防御力 5% アップするらしいです。だから、わかったわかった。あの、体力が高いやつを前にしろってことだ。これと、じゃ、まあいいや、じゃあこれでバトルスタート。はい、OK。やっていきましょうね。このね、最初の列のやつは防御力がね、3% ぐらい高くなってる。ちょっとね、あれですね。この編成とかをね、強化しながら、またやっていこうと思います。はい。でね、放置したんですけど、はい。なんかね、いっぱい卵ができてますね。じゃあ早速開けていこうかな。開けるっていうか、取るの方が正しいのかな。あ、いや。はい、取ります。これは経験値なんだよね。で、これが、これとか、その他がね、全部新しいモンスターで、来た。はい。
リーフスライム。おお、なんかあの星があるけど、それは何なんだろう。関係あるのかな。星1とかさ、ほら、これ星2とかあるんだけど、これは関係あるのかな。あ、これさっきのやつですね。さっきゲットしたやつです。お、これは3つだから結構レアってことかな。これ一応ステータスとかね、体力とかね、語彙力とかあるんでね。でね、この初級がね、初級のね、マグママウンテンがね、なかなかクリアできないんですよね。じゃあちょっと編成変えますね。まずここね、壁がいいんだよね。体力が多いやつがいいんですけど、68、40。これ、体力めっちゃ多いんだよね。この最初にゲットしたキャラクター。79、6。これ、体力じゃないのかな？じゃあ、お任せでいくか。お任せ、はい。じゃあ、これでいきたいと思います。お任せでね。はい。じゃあ、やっていこうと思います。バトルスタート。これもう3回、2回も負けてるからね。さすがにこれはちょっと勝ちたいところありますね。はい、まあ、いろんなモンスターがいるっぽいけどね。はい、OKOK。お、これは楽勝なのでは？ちょっとやばくない？危ねえ、1人落とされたけど。まあ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 、勝てばいい。まあ、あとね、3体残ったから。まあ、結構圧勝っちゃ圧勝でしたね。はい、まあ、こういう感じで自分の育てたね、モンスターを戦わせて、そのね、経験値とかね、レベルアップとかしてね、またさらに強くなるっていう感じのゲームですね。しかも、なんか報酬としてね、なんかモンスターとかも新しい仲間が手に入るっぽいです。はい。これはもうもう一回いけるのでは？はい。じゃあ次のね、試合、次の試合っていうか、次のね、ステージも行きたいと思います。ちょっとやばい。いや、全然食らってないじゃん。危な。結構ね、一瞬で終わっちゃうんだよね。うん、まあいいんだけど。いや、これなんかね、見れんですけどね。めっちゃレベル上がったんですけど、もうこれ負けるまでやるか。めっちゃ勝てんな。いや、まず一瞬で1人仕留めてから、一瞬で2体仕留めてからの、ちょっとやばい。まあ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 、こっからがね、あれですよ。はい、で、今ね、負けたんですけど、もうまたなって、結構すぐになるもんなんだね。こういうのって。OK、新キャラ OK 来て、はい。で、ミッションは、OK、孵化させて、10回も孵化させたっけ。まあ、いや、これミッションとかね、クリアするとお金がね、溜まってきて、まあ、こういうやつがね、できるわけよ。あ、違う、スカファミリー、来た、スカファミリーボボー。はい。あ、強いですね。ちょっとね、属性とかいまいちわかんないんですけど。まあ、強い。あ、これが、回復かな？回復屋さん。回復担当でみたいな感じですね。戦いは全部オートっぽいですね。はい。まあ、じっくり見ることができるっていうのもあるんですけど、まあほとんどはまあオート。だから全部オートです。で、戦うみたいな感じで、まあ自分のね、強いモンスターとかを育ててって、まあ、クエストとかでね、まあ強い敵とかを倒して、それでまた報酬とかで、まあまたさらにね、モンスターをね、倒していくみたいな、育成ゲームみたいな感じでした。はい。というわけで、今回はここまでにしようと思います。次回もお楽しみに。